はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけど、今日はねこちらのサンバーです。なんかもう見た感じかなり癖が強そうなサンバーじゃないかなと思いますけど、作業内容的にはエアコンのメンテナンスです。でね、こちらの方電話問い合わせがあって、エアコンが冷えがね良かったり悪かったりみたいなことを言ってました。でエアコンメンテナンスをしてほしいと。でまあ内容を聞く限りだと、じゃあやったら治るかどうか分かんないですよって、それでも良ければ全然大丈夫ですよっていう風な感じで言って、まあ分かりましたいいですよっていうところでしたね。でなんかまあいろいろね、なんかブラモーターとか電動ファンとかなんかそういったのは変えたって言ってました。あとリレーも変えたって言ってたかな。だからまあその効かなくなる効くとかっていうのがどんな感じなのかは、まあ、実際この入庫しただけのね温度計さしただけじゃちょっと分かんなかったんですけど、例えば走ってて冷えてます、で効かなくなりました、で AC のオンオフしても効かないと、でも一定時間置いてまたオンオフすると効くとかだったらマグネットクラッチ不良とか、まあ、そういったのもあります。まあ、他にもね何か悪いとかもあるかもしれないです。まあ一回ねガスを引いてみて、じゃあまずはガス量が多いのか少ないのかとか、まあそういったのも見た方がいいと思うし、もちろんねじゃあ液パンの詰まりとか、まあそういったのもあるかもしれないんで、まあこういったメンテナンスをすることで多少なりね改善すればっていうところですね。液パンの交換歴があるかとかまでもちょっと聞かなかったんですけどね。まああとはエバポレーターとかも清掃してやったりとかするとまた違ったりとかっていうのもあるかもしれないですね。ではねこちらのサンバエアコンメンテナンスやっていきますね。皆さん動画のご視聴の方お願いします。それではね、作業やっていきます。吹き出し口温度ですけどね、20度ですね、20.4 度。まあ冷えてないですね。まあ真夏の炎天下で20度だったらほぼ用をなしてないみたいな感じじゃないかなと思います。でガス規定量、400ですね。で入っていたガスは435で、35多いっていう結果です。まあ多いと言っても、まあなんていうんですかね、まあ入れる余力としてはまあ規定値内には入ってますので、まあただね多いっていうことなんで、例えば、まあね、サムさんはほら、間を取って入れてると思います。で、間を見て、で、あとは、まあ、終わった後の圧力を見ます。で、終わった後の圧力を見て、それは低すぎる車であれば、ちょっと遅れたりとかね、規定の範囲内で遅れたりっていうこともね、やったりするんですよ。だから、このガスが多いってことは、まあ、ガス入れか何かは多分してるんじゃないのかなっていうのは思います。で、あとは、まあ、めちゃくちゃ外がね、炎天下で、じゃあ暑いと。で、その時に、まあ、どれ程度のね、圧力がその時出てるのかっていうところですよね。まあ、そうなった時に数字が高くなりすぎて、まあ、止まってる時間が長いとかってなると、まあ、それはそれで冷えないのかなっていうのもあります。ただ、まあ、先ほども見ましたけど、吹き出し口温度ですね。まあ、そちらの方が、20度っていう時点でもうね、真夏の走行っていうのを考えたら、まあね、ちょっと弱いですよね。雨降りとかだったら、まあ、冷えるかなっていう感じなんですけどね。まあ、ここからね、フラッシングですね。まあ、一応10回セットしてます。で、フラッシングの方をして、配管内の汚れ、そしてオイルですね、もう入れ替えもしつつ。で、そこからね、詰まりですね、そちらが取れれば、まあ、ラッキーかなっていうところですね。詰まり等がある場合はですね。で、それでまた冷えがどう改善するかっていうところとかも、まあ、見ていきます。で、もう古くなってくるとね、ほんと風量とかが下がってたりするんで、風量が弱いとまた冷やしきれなかったりもします。だからそういったのもあるんで、エバポレーターの清掃とかね、特にエアコンフィルターがないような車だと結構詰まってたりとかして、まあ、それが原因で風量ダウンとかっていうのもね、あったりするんでね、そこもまあ要注意かなっていうところです。まあ、こういった感じでね、フラッシングをすると、だからガスがね、規定値に近いぐらい入ってたとして、冷えてない車とかでも冷えるようになったりとか、あとね、回収をする。ガスを回収するときに、もう永遠に回収してずっと回収ができない車ってごく稀にあります。まあ、そういったのとかってもう詰まってるんですよね。で、そういうのとかはもう一旦待機解放して、もうね、残りは待機解放吸える分だけ吸って待機解放して、あとシンク引き。で、まあそこでね、あと、まあフラッシングみたいな感じ。まあフラッシングしてシンク引きですね。っていう感じにします。だからこの前とかも1台あったのがそんな感じで、ね、ガス入ってたけど冷えが悪いけど、フラッシングしたらもうバシッと冷えるようになったみたいな。まあそういった車もね、ありますんでっていうとこ。で、あとは、まあ、効く効かないは置いといて、まあ、オイル交換ですね。まあ、そちらの方。結構ね、だから、この動画をいつも見てくれてるヘビーユーザーさんだとね、結構分かってくれてるんですけど、そうじゃない人だと、まあ、エアコンが効くんで大丈夫ですっていうね。だから、まあ、例えば、CVT とか、まあ、そういった作業をね、入庫するっていうお客さんの時に、事前のね、営業トークで、スラッチナイザーとエアコンメンテは大体進めるんですよね。で、まあ、そこで、まあね、どこをするか。ね、だからその時にエアコンとかは、
あ、聞いてるからしなくていいですよっていう方もいますけど、あの目的はね、まあ、聞いてる聞いてないはもちろん大事なんですけど、オイル交換をしましょうっていうところをね、やはり推してるんで、まあ、そういったのをね、まあ、こう流行らせてやることで、またこの機械のね、あの価値っていうのもぐっと上がっていくんじゃないのかなっていうところですね。まあ、エアコンのコンプレッサーオイルとかもね、やっぱり定期的に、まあ、交換をする。大事じゃないかなと思います。ね、やっぱり CVT フルード、ATF、ね、エンジンオイル、ブレーキ液、まあその他いろいろみたいなね、感じですけど、まあそういったのもね、劣化するんで、まあしっかりとね、交換をするっていうのはね、大事じゃないかなと思います。まあですんで、まあそういう風にね、しっかりとメンテナンスをしてやって、エアコンの冷えも、まあさらに良くなったり、まあね、添加剤が入ることによってまた燃費が良くなったりとかっていうね、まあいろんな価値も上がります。付加価値がつきますんでですね。まあしっかりとエアコンメンテナンスもするっていうのは大事です。だからまあ分かってる方だと、エアコンが冷えてても、やっぱり普通に持ってきてやってくださいっていう方も結構来るんで、まあやはりね、このメンテナンスって結構ね、いいメンテナンスだと思いますんで、この機械もね、改めてまたすごいかなっていうのもね、感じますね。で、サムさんがね、最近あとね、思ってるのが、このエアコンマシンですけどね、そろそろ買い替えようかなって思ってるんですよね。まあ、リアルに考えてます。最近ね。まあ、やはりね、使用頻度がめちゃくちゃ多いんで、まあ、そういった時のことを考えたら、まあね、やっぱり新しいものに早めに入れ替えるっていうのも大事かなと。そうなればね、まあ、こちらの機械を売ってもいいしっていうのもあります。今ね、機械めちゃくちゃ高くなってるんで、まあ、スナップオンの人ともね、話したんですけどね、多分まあ、そこそこ買い手さえいれば高く売れるんじゃないかっていう話にはね、なってますんでっていうとこですね。まあそういった部分でもね、やはり定期的に機械もね、まあ入れ替えた方がいいのかなって、なかなかね、この機械もね、高くなって物価上昇の影響とかも半端ないんですけど、もうとりあえず機械代が高いっていうのは高いです。だから買おうって思ってもね、ポンと買える機械じゃなくなっては来てるんですけどね。まあ一度ね、でもこの新しい機械を例えば買って、そうするとね、サムさんとこ機械が3台になるんで、3台持ってるとこ多分なかなかないんじゃないかなと思うんですね。2台はまあまああるんじゃないかなって思うんですけどね。まあだからそこが3台になったら、まあそれはそれで面白いんじゃないのかなっていうふうに思います。で、ちょっと作業をやってる途中で、これがまたね、オーバーヒートしちゃったんですよ、機械が。最近やっぱ暑いんですよね。で、ね、一回オーバーヒートすると、もうどんなに冷やしても、保護機能が働くんですよ。だから今、フラッシングの回数が4分の1に変更されてると思います。だから途中までやってて、まあ残り10回分するっていうところで、まあ4分の1、まあ4回だけですね。だから途中で切ってるんです、一回。要は、もう保護機能が働いてね、ろくに回収しなくなるんで、まあ、それだったらね、もう一回切って、で、またフラッシングし直すみたいな、まあ、そういった感じのイメージですね。だから、スポットクーラーのダクトを入れて冷やしているのにもかかわらず、オーバーヒートをするというとこで、どんだけ暑いんだみたいなね、感じです。まあ、サムさんたちの地域は、特に全国でもね、まあ、大体トップクラスに暑いとこなんでっていうのは確かにあるんですよね。まあね、その辺も考えてっていうとこ。で、あと、スポットクーラーが、まあ、弱と強があるんですけど、基本弱で使ってるんですよね。やっぱ、線がかなり熱を持つんで、でも最近はだからもうずっと強のみで、オンリーでやってます。もうちょっといやね、暑さが和らげば、まあ、強が弱になって、で、スポットクーラー使わなく良くなってっていう風になるんじゃないのかなって思うんですけどね。だからまあそういったのもあります。だからもし新しいニューマシンとかをもし買えば、またね、オーバーヒートをするっていうか、まあ要は、オーバーヒートっていう言い方をするとなんか壊れてるみたいな言い方になるんですけど、保護機能が働くんですよね、要は。機械の中の。なんかタンクの内圧と、まあ多分温度とか、まあいろいろ見て、総合的に見たときに、なんかこうクーリングが入るんかな？クーリングってなるような気がするんですけど、確かそういったのが入るんですよね。だからまあそれならないように、冷やしてるんですよ、サムさんのところの場合はですね。だからまあニューマシンも買えば同じ機能はついてるんで、後ろの扉にね、スポットクーラーの穴をぶち開けてするっていう感じになるんじゃないのかなっていうのはね、思いますね。あんまりね、だからこのフラッシングっていうのをよくやる人と全くやらない人とたまにしかやらない人多分いると思うんですけど、もうこのね、止まるっていうのを言われるのが、まあ、やっぱり全国的に見てもそんなにはないらしいんで、だからまあそこまで詰めて作業をやってるみたいな人っていうのがあんまりいないのかなっていうふうにはね、思いますね。まあ最近もね、もうお盆も過ぎて、
まあ、暑さもね気持ち緩くなったかなぐらいなんですけど、まあ、気持ちですね、多分2度ぐらい下がったかなぐらいな感じです。まあ、39度が37度ぐらいになったかなみたいな、まあ、場合によっては33度4度ぐらいの時もあるんですけどね。まあ、でも本当ね、もう39度が例えば33度ぐらいになっただけでもやっぱり意外に、あ、なんか涼しいかなっていうね、ちょっともうバグっちゃってるかもしれないですけど、そんな風に感じたりもねします。で、こちらフラッシングの方が終わって、ね、コンプレッサーオイルですね、古いのが出てきてますね。で、こちらに新油を入れて、で、ガスですね、満タンをします。で、ガスは一応もう間真ん中取ってる分ですね。で、375を入れるんですけど、そこに添加剤入れて、まあ、400になるようにしてます。だから最初が435ぐらいね、ガスが入ってたんで、最初よりガス量は減りますんで、で、ただ減っても、じゃあ吹き出し口温度がどう変わるかっていうところをね、ちょっとしっかりと注目してもらいたいです。だから、ガスがめちゃくちゃ入っておけばいいっていうわけでもないし、まあ、配管の中の、まあ、リフレッシュですね。まあ、腸内環境をリフレッシュするじゃないですけどね。そんな感じです。で、12度ですね。まあ、こんな感じで冷えるようになりました。はい、皆さん、今日のね、サムチャンネルいかがでしたか？こちらのサンバ、クセ強めなね、サンバですね。で、こちらのね、エアコンのメンテナンスでした。で、まずね、ガス回収しましたらね、ガスはね入ってましたね。だからまあたまにごく稀にあるガスが入っててエアコンが効かないパターンってなってくると何が悪いのかっていうところですね。で、まあとりあえずフラッシングをしました。で、フラッシングをして、まあ、ガス規定量でオイル満タンしてやってみたらね、20度最初吹き出し口だったんですよね。まあそれが12度ぐらいまで下がったんで、もうちょっと冷えてほしいんですけど、まあこんなものなのかなっていうところ、まあ、それでも最初と比べれば全然問題はないです。あとは、まあ、ずっと今エンジンかけてますけど、今のところは、ね、冷えてると。これが例えば途中で冷えなくなったりとかして、でまた時間経つと冷えるようになったりとかっていうんだったら、マグネットクラッチを疑った方がいいかなっていうところですね。まあ、あとは、まあ、この辺がどこまでやるかですよね。まあ、電ファンは変えたって言ってたのと、リレーは変えたって言ってたんで、まあ、あと液パンとかね、あとエバポレーター清掃とか、あとコンプレッサー効果とか、まあ、そういったのもね、まあ、3番乗られてる方だったらまだまだ長く乗るんじゃないかなって思うんで、まあ、そういうのを視野に入れてみてもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、今の時期はね、やはりエアコンメンテの問い合わせが多いです。で、特に夏なんでもうしょうがないんですけど、効かないからっていう理由で、ね、問い合わせしてくる人もいるんですけど、まあ、こちらのオーナーさんみたいにダメ元でもっていうんであれば、もう全然ね喜んでやりますよっていうところで、まあ、よく原因をね調べてくださいとか、何が原因か分かりますかっていう言われると、候補はいくつかねこう言ったりはするんですけど、実際にまあ原車見たりとかして、でも原車見た時に症状が出なかったら分かんなかったりとかっていうのは、ね、結構ねエアコンって奥が深いんで、追求するんだったらもう一個ずつ潰すとか、まあ、そういう風になっていくこともあるんじゃないかなって思います。だから手っ取り早くはまずはガスを規定値にした時に、まあ、圧力を見て、まあ、そこから絞り込みかけたりとかっていうのもあります。まあ、あと電動ファンとかコンプレッサーとかは入ってるかとか動いてるかとかっていうのを見るっていうのもありますね。まあ、ですんで本当ねエアコンは奥が深いです。で、例えば車屋さん、電車屋さんにガス見てもらったら入ってるって言われてたっていう、よく言われるんですけど、それはね、じゃあどういう測り方をしたのか、マニホールドゲージなのか、まあ、機械でグラムで測ったのかっていうとこね、でもサムさんとか1回も抜きます、抜いた方が何本入ってるか分かるんで、圧力チェックはね、まあ、確かにこう入ってるよっていう圧が入ってるけど、じゃあどの程度入ってるのかっていうのは実際分かんないん で、入ってるよって言われてきたら入りすぎてるパターンもあれば少なすぎるパターンもやっぱりあるっていうことは実際にあるんで、もうグラムで取るのが手っ取り早いですねっていうところです。まあ、ちょっと話長くなりましたけど、まあ、時期的にはねやはり今エアコンが旬です。まあ、この動画はもしかしたらもう夏が終わってる頃に上がるのか分かんないですけど、ちょっと今動画が1ヶ月半ぐらい遅れてるような状況になってるんでっていう感じですね。まあ、とりあえずはね、じゃあこちらのサンバのエアコンのメンテナンスでした。また次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。